皆さんこんにちは。シンガーソングライターの堀内敬三です。本日もほっこりカフェチャンネルご視聴くださいましてありがとうございます。本日2023年3月6日に収録しております。今日は二十四節気の啓蟄という日に当たるんですけども、この二十四節気というのは一年の春夏秋冬四つの季節をそれぞれさらにこの六つの節目をつけてこの一年をこう表している、まあ、ちょっと素敵な表現なんですけど、この啓蟄という日は冬ごもりをしていた虫たちが外に出てくる日とされているので、まあ、きっと陽気に誘われて、まあ虫たちも出てくる日ではないかなと思ってるんですけども、ちなみに次の二十四節気はもう春分になりますので、まあ、いよいよ、春の訪れを、なんかこう全身五感で感じながらの、まあ、3月6日、収録させていただいております。で、昨日3月5日 NHK 大河ドラマどうする家康第9話守るべきものが放送されました。もう皆さんご覧になられましたでしょうか。昨日の第9話守るべきもの、まあここまで、第1話から9話もちろん見させていただいてるんですけども、家康の成長という意味では一番大きな放送回だったと私は思いますし、素晴らしい放送回だったと思います。また今回タイトルがどうする家康、まあこのタイトルが表してますように、まあ一年を通じてもうどうするどうするどうしたらええやっていう、まあ苦難困難が次々とやってくる中、どうするどうすると言いながら、それをなんとか乗り越えていく中で、また家康も一歩ずつこの人間として、そしてまた殿として成長していく過程が描かれると思うんですけども、そういった意味では、まあ今回なんとか乗り越えた三河一向一揆、よくお話してますように、家康の人生の中で三つの大きな三大危機の一つと言われてて、この三河一向一揆、そしてこの後出てきます最強の武田軍と戦ってボロ負けします三方ヶ原の戦い、また信長が本能寺の変で撃たれた後、堺のあたりにいたんですけども、まあ、頼りがいのある家臣たちと一緒に命からがら逃げ帰る伊賀越え、神君伊賀越え、まあ、この三つが家康の人生でたくさんある苦難困難の中でも最大の三大危機とされているので、そういった意味では、どうする家康、人生の中でずっとこのどうするどうすると出てきまして、ここまで放送も桶狭間でどうするとかこう次々出てきてるんですけども、そういった意味ではこの人生の三大どうするの一つが、この三河一向一揆だったと思いますので、昨日の第9話で、まあ前半の大きな山が一つ越えたところかなと思っております。で、前回第8話、三河一揆でどうするを見させていただきました配信でも、なんかいつもよりちょっとやっぱりこうテンションが低めなんですっていう話を、まあ動画の中でも私もしてたと思うんですけど、今回のまあ三河一向一揆戦いとは言うものの、まあ自分の領地の中で起きた身内の中での戦いみたいなもんですし、この不入の剣と言って、自分の父親なんかの時代に、そのお寺に、まあ、一定の、まあ、自治権のようなものを与えて、また年貢は取らへんっていう約束をしてたのに、家康が、まあ、ちょっと財政難から、その米を取ったりしたことによって、その約束を家康の方が、寺と交わしてた約束を家康の方が破って、起きた戦いですし、またこの一向宗、まあ今でいう浄土真宗ですけども、一向宗の門徒、熱心な門徒さんがたくさんいてて、そしてまた家臣の中にも一向宗の門徒さんがいるので、まあ殿と家臣、どちらを選ぶということはできず、一向宗の方に行って、このまあ結果としてはその殿を家康を裏切るという形で、一向宗の方について、戦った、まあ、夏目広次や渡辺守綱なんかもいましたけども、そしてまたこの、信頼してた変わった家臣やけども、家康はすごく信頼してた、本田正信も、一向宗の方について裏切られたので、そういった意味ではもう本当
当になんか辛い、戦いでしたし、それはイエスが巻き起こしたこととはいえ、その巻き起こしたことを、まあ今回すごく最後はまあ自分の中で、後悔し、悔いて、そしてまたこの反省してるということで、今回すごくまあイエスの心の成長が表現されているのではないかなと思います。で、今回、まず、こう、なぜ、本田正信が、その、まあ、ろくな仕事もなかった中、自分をもう一回登用してくれた家康を、なぜ裏切ったかっていうところが、まあ、エンタメ的に、すごくよく描かれてたと思います。いきなり冒頭で、まあ、子供時代に、まあ、仲良くしてたお玉っていう幼馴染、まあ、両親は殺され、そのお玉はもうどっかへ連れて行かれ、まあ、おそらく悲惨な人生がその後待ってたと思うんですけども、どこへ行ったかと思ってたら、その、現在から8年前っていうふうにこう出てましたが、で、大久保忠世と盗賊狩りのようなことをしてるときに、その盗賊の中に、あれは遊女だと思うんですけど、その傷を負った、お玉と子供時代の別れ以来再会して、そのお玉はもう亡くなる直前、その数珠を握りしめて、生阿弥陀仏、生阿弥陀仏、生きてても本当に苦しいことばっかりなので、早く御仏のところに行きたい。と言って、絶命し、またその時に本当に幸せそうな、笑みを浮かべて亡くなっている、まあ、姿を見て、正信は正信なりに、その本当に苦しみの中、この生きている人たちを救う、この一向宗というものへの、信仰をやっぱり持って、その一向宗の信仰を持っている人たちの、なんかこう、気持ち的にそちら側に立つっていうところが、この今回、上手になんか表現されてたので、これでなぜまたこの正信が家康を裏切らなきゃいけなかったというところも、ああいう形で、まあうまく、演出されてるなとなんかすごく思いました。で、昨夜の放送の中で、まあ、すごくいいシーンでしたし、すごくいいセリフやなと思ったのは、家臣の鳥居忠義一世尾形さんが演じておられまして、もう歯があまりないので、もう、殿、殿とこうね、何を言うてるかお前わからんってね、家康もよう言うてましたけども、あの人がもう勝手に、その疑心暗鬼、家康がもうやっぱりこの自分を裏切る者が次々出てくるから、今自分に仕えて、そばにいてくれるものの中にも、もうここにも裏切り者がいるんやないかなと、まあそんな気持ちでいっぱいになって、自分の部屋で閉じこもってるところを、まあずかずかと入ってきて、鳥居忠義がこれを打開するには、もう二つしか方法はありませんっていうふうにこう提言して、で、その一つっていうのは、殿が家臣を信頼せえへんことには、家臣は殿を信頼しませんと。で、じゃあ裏切られたらどうするんや、もうそれも仕方ないですね、っていうふうに言います。ちなみにこの家康のお父さんも、おじいさんも家臣に殺されてるので、そのあたりの、まあ、事実を踏まえたら、その家康がもう疑い出したら、自分も自分の父やおじいさんと同じように家臣に、殺されるんじゃないかなと思っても、まあ、おかしくない、まあ、境遇なので、その気持ちもわからないことはないです。そしてまあ、もう一つ目はこうして、まあ、殿が家臣を信じる、信じきるっていうことを一つ。そしてもう一つ、は謀反の疑いのあるものは皆殺しにすることですねって言います。でもしそういう時は私を一番に殺してください、戦いで死ぬよりきっと楽で死ねるやろうかなっていうようなことを、まあちょっと嫌味っぽく言うていくんですけども、ちなみにこの謀反の疑いがあるものは皆殺しにするっていうので、まあ思い浮かぶのは昨年の大河ドラマ鎌倉殿の13人はまさにそういう疑いのあるものを、まあ皆殺しにする世界やったと思いますので、まあ昨年の描かれた世界観と、今回は全くちょっと違う視点やというのも、なんかね、すごく面白いなと思いました。で、まあその説得もあって、殿はどちらを選ぼうかときっと悩んだ結果、やっぱりもう自分は家臣を信じようと決めて、
俺はお前たちを信じるということで、ついてきたいものはついてこいということで、まあ、そこで家臣たちもほっとして、またこの、お寺の方に行って、まあ、戦いますので、あそこが、ま、一つ、疑心暗鬼、その疑い、自分が家臣たちを疑ってたんやけども、まあ、自分は信じようと。たとえ裏切られたとしても、自分は信じようと決めた、一つ大きくどうするによって乗り越えたことが、その家臣を信じるということだったと思います。ですが、まあ、なかなかこの息が収まらない、戦いが終わらない中、水野信元、寺島進さんが演じておられます水野信元が、まあ、信長の、まあ、使者として来まして、もういつまでやってんやと、その三河のこの自分の身内での戦いですから、もう終わらせろと、和議を結べっていうふうに、まあ、信長様の提案やって言って、言うんですけども、いや、ここでその和議を結ぶっていうのはって言うんですけども、とりあえず結んだらええんやと、ということで、まあ、ここがま、水野信元らしい、後で何とでもなるやないか、ということで、とりあえず終わらします、元に戻してあげますと、一応約束して、後で何とでももうそうしたらええんや、まあ、裏切れ、嘘をつけっていうことなんですけども、で、本来でしたら、家康は、そういうことがきっと、嫌いな、性格、まっすぐで、そしてまた自分に、心は、気は小さいんですけども、なんか自分に嘘はつきたくない、そういう人間性を、ここまで、表していたと思うんですけども、もう自分に嘘をついて、相手を騙してでも、っていうことを、ここは受け入れます。ですが、まあ、なかなかこの息収まらず、戦いが終わらないんですが、まあ、そんな中、まあ、業を煮やして、水野信元、寺島進さんが演じておられます、まあ、すごくちょっと癖のある、役ですけども、信長の、まあ、使者として来まして、いつまでやってんやと、信長さんも怒ってはるぞと、もうとりあえず何でもいいから和議を結んで終わらせろと。で、後で何とか何とでもなるやないかというようなことを言って、まあ後で要するに約束を守らへんかったらええやっていうようなことを言うんですけども、本来でしたら家康はそういうのがきっと大嫌いなはずなんですけども、まあ今回、まあ信長のまあ命令的なこともあったと思うんですが、それを受け入れます。そして本證寺のまあ住職、空誓上人、最初はなんか戦いがどうやったら終わるんですかとイエスがちゃんと聞いてんのに、そんな知らんと、確か第7話で言うたので。ええ加減な人やなと思ったんですけども、今回たくさん一般の民が戦って死んでいく中、わしはとんでもない間違いを犯してしまったっていう形で、まあ本当にやっぱり民衆のことを思っておられる、まあ住職、商人やったなっていうのがなんか分かって、私もなんかちょっとホッとしたような見方をさせていただいたんですけども、この久世商人とまあ和議を結ぶんですが、その時にこんな紙切れは私は信用できない。どうかわしの目を見て、寺を元に戻すと言うてくださらんかと言われて、まあ、家臣団も目配せして、実はそうせえへんっていうのはもう家臣もみんな知ってるので、さあ、家康、自分の殿が、まあ、どう答えるか、殿の性格を皆さん知ってるんですけども、ちゃんとそんな嘘をつける人なのかどうかというところを、まあ、家臣もすごく気になってたと思うんですけども、家康は元通りに戻すと言うんですけども、その家康の表情を見ながら、あの時きっと空誓上人の右團次さんのあの演技は、あ、これは嘘やなと、これは戻してもらえへんやなっていうことが分かった上で、決判を押されたんやないかなと私は、昨日のあのシーンを見て思いました。あそこで、あなた嘘ついてますね。もう一回、そんなんやったらこの、和議は結べませんと言うたところで、どうなるもんでもないし、さらにまた戦うことによって、大切な門徒さんがまたたくさん死んでしまうことになるので、あそこは、家康の考えていること、これはもう元通りに戻してもらえへんっていうことやなと分かった上で、あれを押したっていう、なんかすごく、まあ、
悲しいシーンやったかなと思いますし、また宇団次さんの空誓上人と、松本潤さんの家康が向き合った、やっぱり一つの昨夜の名シーンやったなと、なんか素晴らしいシーンやったなと、思いました。そして、なんとか、まあ、この本当に大変だった三河一向一揆も終わり、収まるんですけども、その次には自分を裏切った家臣たちをどうするか、切腹させるのか、打ち首にするのか、追放にするのか、それとも許すのかというところなんですけども、歴史的史実では何かこの母、お代の方が絶対に裏切った者たちを罰してはいけませんと家康になんかすごく強く提言したっていうのを読んだこともあるので、そこはまあ昨日の放送には出てなかったんですけども、もしかしたらそうかもしれないですし、もう自分を裏切ったんですから全員本当にもう殺してしまっても何にもおかしくないところなんですけども、まず昨日放送されてたのは、何度も何度も名前を間違った夏目広次、夏目広次がまあ裏切った、その家族家臣の中にまあ一向宗の門徒がいたということもあって裏切るんですけども、その裏切ったと、聞いて、うろたえる家康に石川数正が、殿は、夏目を軽んでおられます、軽んでたのおらんで、どうしてじゃあ名前を覚えへんのですかって、何回も何回も名前を間違って、で今でもやっぱり、いろんな現場で名前を覚えるっていうのが大切やというのはもう当たり前やと思いますし、私もなかなか覚えられん時もあるんですけども、この時代もやっぱり家臣の名前を間違えるっていうのは今以上に本人にとってはショックやし、あ、殿は自分のことを大して思ってくれたら変やなっていうって思っても、まあ仕方ないことやなと思ったんですけども、その夏目広次をまあ表彰するときに、たくさんの者から、お前を助けてやってくれっていうことの、まあ嘆願も来てるからっていうことで言って、で、もう罪は問わへんっていうふうに、家康は夏目広次に申し渡します。あの後の、ま、夏目広次、小本さんの、ま、演技も私は素晴らしいなと思いましたし、ただ、嬉しいだけじゃない、表情を、表現の演技やったと私は思ったんですけども、その嬉しいだけじゃない、まあ、自分の命が助かったということは嬉しいんですけども、表情っていうのは、あの演技っていうのは、こんな自分が、殿を裏切った自分を許してくださったと、もう切腹打ち首になってもおかしくない自分を許してくださった、この殿を自分は、その、裏切ったんやという、その、なんていうことをしてしもったんやろうっていう、そういう、なんかこう、溢れる思いも、なんかこう、表現されてる演技やったのではないかなと、思います。で、きっと、ああいう、この、ことを、殿からされると、例えば、今の一般の社会で言いますと、会社の中でとんでもない失敗をしてしまった。まあ、失敗だけじゃなくて、その、裏切るようなことをしてしもたのに、本当だったら、例えば、この、警察に突き出されても、おかしくないような、ことをしてしまったのに、まあ、それを許したらええっていうもんではないかもしれないんですけども、それを、本当に許していただいたりしたときに、おそらくもうこの人に一生自分はついていこうという、なんかそんな気持ちになってもおかしくないと思うんですけども、ここで命を助けていただいて、その罪を問わへんって言われて、表情された夏目広次は、今私が言ったような流れで、そうした働きを実は、この後するんですけども、それはまあ言わずに、まだきっとこの後の放送回でそういうところも放送されるのではないかなと思いますので、またそのあたりもまた皆さんね、楽しみにしていただきたいなと思っております。そして、くせ者中のくせ者、本田正信をどうするかっていうところなんですけども、本田正信命乞いはしいひんし、私は何も食いてませんと、食いてる辺どころか間違ったのはあなたです、殿ですって言って、許されへんようなことを言うてるんですけども、場でもう打ち首になってもおかしくないんですが、今回この家康分かってると、
もうお前に言われんでも自分はものすごく食いてるって、言います。あのあたりも、まあ、正信自身も、このあの殿の姿、家康の姿に、ちょっとまあ、驚かれてるというようなところやったんですけども、自分が間違ったことは本当にもう悔いてるし、もうそれはお前に言われんでも分かってる。そして、正信をもう内首でも切腹でもおかしくないんですけども、縄を解いてあげて、三河を追放とする。とりあえず助けるけども、この三河から出ていけ。戻ったらあかん。もうお前と会うことはないけど、出ていけ。でも命は助けてやるっていうふうに、最大限の、まあ、許しを与えます。もう、三河を追放、もう戻ってきたらあかんって言うんですけども、まあ、後に、実は、この本田正信も戻ってくることを、まあ、殿は許し、そしてまた、ものすごい働きをします。このあたり、その、人を許すっていうところを私はすごく、素敵に表現されてると思いました。なかなか人を許すって言っても、自分を裏切った人を許せへんので当たり前やと思います。許せへんどころか、なんか普通人は自分を裏切った人なんかをずっとこう憎み続ける、その人の悪口を言い続けるのが、なんかこう人間の常やと思うんですけども、若干、この時家康二十歳です。二十歳で自分を裏切ったものを、こういう形で許すだけではなくて、その正信に言われんでも、自分が今回は間違いを犯したということを分かってるっていうふうに反省をする、反省ということと、そしてまたこの人を許すっていう、なかなか口では言えるけども、実際にはできへんことを、ここで家康はしているので、ここでやっぱり私はその強いだけではない、その信長の前に出たら本当にもう縮み上がってるようなちょっと気の弱いところもあるんやけども、人間をそのなんか評価するときに強さだけではない、自分の間違いを認めるっていう、そういう勇気っていうものもすごく私はあるのではないかなと思いますので、自分の間違いをこの認め、そしてまた、人を許す、自分を裏切った家臣をも許す、この許すことによって、またこの許された家臣たちが、後にこの人のために命を懸けて尽くそうと思っても、それはもう間違いないので、そういった形で、さらにこの家臣たちとの結びつきも強くなりますし、家康もまた成長していく中で、すごいまた家康家臣団、家康のために命を懸けて、この人のために、生きよう、この人のために死のうという家臣が出てくるということも、なんか昨日の放送を見て、なんかすごく納得できるところがありました。ですので、昨夜第9話の守るべきものというのは、三河一個一揆をまあ収めただけではなくて、その中で家康自身が、なんか自分の間違いを素直に認めるところ、そして裏切った家臣も許すところが、まあ、すごく素晴らしく大切なところやったと思いますし、最後にはまたそのことを、セナの前で自分はとんでもないことをしてしまったと言うんですけども、また素晴らしい国を作りたい、この民を守りたい、家臣を守りたい、できるんじゃないですか、なんとなくってセナが言って、なんとなくって言って、あの二人のすごく素敵なところでね、終わっていくところもあって、すごく私にとっては感動的な回でした。その最後のところでまたあの千代がね、実は、武田信玄とつながってたというところも喋りたいんですけども、まあ、そこまで言うと、まあ、昨日の本日とは離れますので、そこはもう今回は、言わずにおきます。次回はなんと側室をどうする、戦いとは全く違う意味で、また本当に大変などうするが、家康におそらく降りかかってくるのではないかなと思いますので、また来週の側室でどうするも楽しみにさせていただきたいと思っております。今週も最後までご視聴くださいましてありがとうございました。生まれてきてよかった、君と出会えたから。